大津市街紀平の水乱を背景に琵琶湖の水に臨む近代式格納庫。ここは海軍予備航空団大津支部であります。大空に憧れる若き学生たちは今都心を離れ学業の余暇をここに合宿して現役将校指導のもとにひたすら航空の腕を磨いています。水面に真っ白な飛沫を上げてふわりと浮かんだ白銀の機体、三四水明の湖上高く澄み切った秋空を行く彼ら学生はここで厳格な訓練を受けること約3年、さらに霞ヶ浦航空隊に入隊した後予備士官として我が空の守りの重責に